えっとよろしくお願いいたします、河合です。えっと、僕の方からは、えー、女性論文の応援義務化政策を履行するための、えー、モニタリング機能を含んだ、えー、システムの開発について、えー、説明させていただきます。まあ、新聞などでもあの取り上げてられている女性論文の応援義務化政策は、えー、2年後に施、えー、行が予定されています。で基本リポジトリによる具えー、運用へは、まあ、履行したのうちの一つとして、えー、位置づけられる可能性が高いかと思います。えー、といいますのも、 国内における機関リポジトリの普及率が非常に高いことや、機関リポジトリが博士論文の公開に利用されてきた経緯があるからです。でこのように、今後、重要性が高まる可能性が高い機関リポジトリによるグリーンウェイですが、その実践方法に基づいて、2つのタイプに分けることができ、タイプによって論文の収集効果が大きく異なります。 一つ目のタイプとしては、図書館から研究者へ論文、本文の提供を依頼する図書館主導の提供依頼タイプがあります。図の横軸は収集効果を表しているんですが、提供依頼タイプの収集効果は非常に大きいものとして推定されています。でもう一方のタイプとしては、研究者自身が論文や本文や論文情報を登録するセルフアーカイブタイプ。 となっており、その効果は対照的に非常に小さいものとなっています。えつまり、図書館が頑張れば OA は進むけれども、研究者に任せていても OA は進まないことが示されています。でこうした状況は、OA 政策が施行されたところで、まあ、すぐに変わることはないと思われるので、提、ま、供、あ、頼タイプのグリーン OA を実践することで、 おえー、義務化政策をまあ履行していく方向がまあ、えー、筋がいいのではないかと思われます。えー、まあただ従来と異なるのはまあ時期間の論文全般というよりはまあそれらのうちの、えー、まあ女性論文を特に対象としてまあ提供型タイプのグリオエを実践、えー、していくという点かと思います。えー、まあただし提供型タイプの、えー、グリオエの実践にはえっ、ー、と課題があります。えー、提供型タイプの えー、ワークフローは、まあ、煩雑なタスクが、えー、複数個連なって、えー、できているので、えー、論文本文の収集効果は大きいのですが、えーまあ、都市化の負担を伴うものなので、まあ、現状では、えー、実践している期間が非常に少ないです。で具体的なタスクとしましては、そこに挙がっておりますように、期間名をクリエイトした文献データベースの検索から始まりまして、まあ、応援間の対象となる論文を絞り込むための。 女性情報や応援情報などの確認、続いて出版社のアーカイブンポリシーの確認、研究者への本文提供依頼用メールの送信、本文とメタデータの登録、最後にモニタリングと関係する応援率等の算出や管理が挙げられます。これらのタスクをこなして、グリーン応援を実践している機関が現状では非常に少ないことを踏まえると、政策を履行するためとはいえ、 えーまあ、グリーンオーエーを新たに実践する機関が、まあ、こう自然にです、ねえー、増えていくとは、まあえー、考えにくいかと、えーいまあ、考えにくいです。でこうした課題を、えーまあ、解決して、まあ、スムーズに、えー、政策を立候補できるようにするためには、えーまあ、システムによるグリーンオ、えーエーの省力化が必要かと思います。で具体的には、えーまあ、タスクを自動化するための えまあ文献データベース連携機能からえ可視化機能に至るえ各種対応機能の開発と、それら対応機能を包含するえシステムの開発によるえまあ省力化が必要だと言えます。でまあこうした問題意識を踏まえてえっと開発を始めたのが、本日紹介させていただくシステムです。まあ、ですので、本システムはワークフロー全体をまあカバーするまあ仕様になっており、 単一ののユーザーーーザインターフェースで機能すするものとなっていますただし、一部のポリシー確認やメール送信については、全自動化まではできていません。システムの雰囲気を共有するために、対応機能ごとにユーザーインターフェースの関連箇所を紹介させていただきます。まず、メタデータ検索タスクの対応機能である文献データベース連携機能ですが、クエリとなる機関名を まあ登録することで毎週自動ま検索結果はユーザーインターフェースにまあ表示するされるんですが、まあ、メールでもアラートとして通知されます。で連携データベースは、レンズと J ステージとなっていて、まあ、今後、J ステージの API 設定もここでできるようになります。 続いて、ステータス確認タスクの対応機能である情報抽出機能ですが、検索結果である論文情報と合わせて、女性、OA、人とした情報をアイテム単位で表示するものとなっています。これらの情報を使って、OA かの対象となる論文を絞り込むことができます。政策の詳細はまだ決まってないですが、例えば、すでに OA のものは、OA 化する必要がないとなれば、 1>, まあ 1, 1行目の論文のように、まあ、女性フラグと非親、えー、フラグの両方が、えー、立っているものに、えー、絞り込んだり、まあ、できます、えーまあここ。このインターフェース上では女性を受けているかどうかといった、まあ、端的な情報を示すようにしているので、女性の種類など、えー、詳細を知りたい場合は、リンクからデータベースの詳細ページにジャンプできます。 次に、ポリシー確認タスクの対応機能であるポリシーデータベース連携機能ですが、ポリシー確認では出版社のポリシー掲載ページを探すのに非常に時間を要するので、ページへのリンクを表示するものとなっています。ポリシーデータベースは NI が自前で構築しておりまして、リンク切れなどが起こらないようにするためのページ更新の有無を確認するプログラムを開発中です。 でえー、ハンク分野、エンバーゴといったポリシーの内容についての判定は、えー、システムとしては行わないのですが、えー、他のユーザーの内容判断を、えー、共有するページを、えー、提供予定です。えー、続いて、えー、メール送信タスクの対応機能であるメール生成機能ですが、まあ、メールに添付する論文情報をコピーするためのボタンを設置予定です。 本来はユーザーインターフェース上のボタン一つで研究者にメールを送信できれば良いのですが、メールアドレスを取得する方法がないので、送付そのものは図書館に任せるという割り切った仕様になっています。続いてデータ登録タスクの対応機能である流用入力機能ですが、論文情報をジャ r o クラウドに送信するものとなっています。 現状では、JAIL クラウド以外の IR への送信は対応していませんが、使っていただける機関があれば、対応していきたいというふうに考えています。最後に進捗管理タスクの対応機能である可視化機能ですが、次期間の応援の進捗をゴールドやグリーンといったタイプ別に表示するモニタリングに関するものとなっています。 で青色は、まあ、マイグリーンという、時期間の期間リポジトリの頑張りを明示的に示すために設定した応援タイプで、非応援論文を時期間の期間リポジトリでどれだけ応援化できたかを示しています。ですので、非応援論文を時期間の期間リポジトリで新たに応援化すると、青色部分が大きくなって、逆に非応援の赤色部分が小さくなります。 応援論文に対して同様の操作を行っても赤色の部分は反応しません。このような設定にしているのは、非 o 援論文を応援化するとエンドユーザーや著者のためになる一方で、応援論文を重ねて、機械リポジトリで応援化してもそうはならないからです。女性論文のみを対象とした応援の進捗を確認したいときは、フィルターにチェックを入れることで対象論文を絞り込めるので、 女性論文に特化したモニタリングもできます。口頭での説明だと分かりにくいかと思いますので、えっと30秒ほどの動画を見ていただければと思います。 まあこういった感じで動作するものとなっています。ええまあ今後の予定になりますが、えっと運用については、えー、まあ来年度中のスモールスタートでのデプロイを予定しています。 で開発については、多機関の進捗との比較を可能にするグラフを追加したり、女性情報の拡充をしたりしていく予定です。以上となります。ご清聴ありがとうございました。